訓練は河川の氾濫により水没した町から取り残された人をヘリで救助する一連の流れを確認するもので、県警機動隊と航空隊が年に4回ほど行っています。訓練には機動隊員7人が参加し、順番にヘリから下降して救助する一連の流れを確認しました。魚津市の桃山運動公園が芝生一面水に浸かっている想定で、隊員は建物に移ると取り残された人の安全を確認し、器具を取り付け、周りの安全を確認してから合図を出し、ヘリに引き上げてもらっていました。これからの時期、いろんな災害等の可能性も高まってきますので、技術を高めて、早い救助活動ができるように努めていきたいと思っております。